今年出た役満と起点を紹介。 MJ 宝役満特役満ランキング第10位ユイイソ。ハイパイからある程度揃ってないと狙うのが難しい役満。初を抱えていると第3原展開もあるので狙いを変えてみすることも。昨年から順位は変わらず10位となった。第9位少数詩。通位層絡みが多すぎてちょっとマイナー寄りな少数詩。大数詩通位層少数詩も狙えることから家庭役としても使える役満なのだ。第8位通位層大三元。ダブル役満1つ目として通位層大三元が8位にランクイン。通位層少数詩大数詩と違い狙いが大三元からだけなのでその分出現率が下がってしまうが今年は68回とそこそこの回数を記録。第7位スーアンコウ。狙い場所で難易度が変わるスーアンコウが7位にランクイン。チューチャンパイメインだと捨てられることも多く難易度が高くなるが一色手や国士杯でスーアンコウを狙うと場合によっては数え役満を狙えるのがいいところ。第6位大三元。三元杯ゆえの強さを秘めた大三元が今年最後の役満択でスーアンコウに2回差をつけ6位にランクイン。小三元からの数え役満大三元通位層大三元とランクアップできるのでシングル役満としては非常に狙いやすいのが特徴。第5位通位層少数詩。もう一つのダブル役満通位層少数詩が97回で5位となった。聞くところによっては通位層大数詩も狙えるので一番ダブル役満が狙いやすい役とされているらしい。第4位人狼と1と9のみを集めるだけの分かりやすい役満人狼刀が4位にランクイン。中連邦刀の保険役としても使うことができる作りやすい役の一種でもある。ここから回数が3桁になり171回と好記録。今年の役満ランキング10位から4位まででした。残るは役満トップ3。今年はどうなる。第3位通位層。昨年2位だった自敗を集めるだけの分かりやすい役満通位層が323回で3位に転落。通位層大三元少数詩大数詩とダブル役満を狙うステップアップ元でもあることから非常に出しやすいのが特徴。第2位数え役満13班を超えればそれでいい数え役満が678回と大健闘を見せに2位にランクアップ。MJ10 周年のアップデートでペイがドラ扱いできるようになってから一気に上がりやすくなった。第1位国士無双。今年もやっぱり国士無双が958回と2位に280回差をつけて堂々1位に。19自敗を集めればいいので偏れば通位層や人狼等が狙えるので他の役満への汎用性はオールマイティー級。今年で2冠達成来年の三冠に向かって視界よし。以上今年の役満ランキングトップ10でした。次回は果たしてどうなるのか。来年も宝役満択をよろしくお願いいたします。